寺の住職はしっかり勉強して発信したい。しかもちゃんと、その仏教というところを通して本来は、漱石を全うしたいと、うん、こういうような人たち、こういうところのギャップを埋めようということで、まあ、この動画を始めようということで川村さんと私で話をさせていただいて、そうですね、まあ、そこら辺の思いとかを少しお話しいただければすごくいいのかなと思うんですけども。あ、なるほど、うん、そうですね、やっぱり今そのお坊さんの中でも胸の内で何か発信したいって思いの人って結構多くてですね、うん、でいろんな形で発信できてる人もいまして、まあ、そうですよね、うん、前の創意でできるものとか、まさにあれも一つの発信かな。そうですね、テクノ法要もまさに1回目で話をしましたけど、はい、そういうことですよね。そうです、そうです、うん、まあ、テクノってものを絡めることによって面白さ、うん、じゃあ面白いものだから1回行ってみようかというちょっと敷居を下げるっていうんですかね、うん、入りやすいようにしててすごい工夫されてやっておられる方いらっしゃいますけれども、やっぱり、うん、一般の寺院の方みんなそんなできるかというとそうでもなくって、うん、やっぱそのお檀家さんとのやり取りもある中で、うん、一般に出てしまって、あ、うちのお坊さんがこんなことしてるで評価が上がればいいんですけど、うん、下がるっていうことを心配される方とかも結構いらっしゃってですね、うん、なかなか表に出れないんだとか、あとはもう先、まあ、前の回であったんですけど副業してる人とか、そうですよね、時間がなくてっていう人が多くて、そういう人はやっぱりうちにあっても外に出るっていうのはなかなかされないですね、うん、だからそういうところをなんとかね、この我々がやりたいことって何もこうなんかそれこそちょっと本質から外れたようなことをしたいんじゃなくて、こういう本当にいいものを本当にいい形で伝えると、でそれが実際にこうやって対面ができない人たちともつながれる、このインターネットの時代になったからこういう動画とかそういうものを通じて人の悩みであったりとか、もしくは自分の考えであったりとか、もしくはこのビジネスであったり経営者、なぜお寺に経営者が来るのかと、きっとそういうところに本質的な何かがあると、なぜ神社に行くのかと、きっとそこに本質があるということ、それがもしかしたら日本人としての起源というところもさることながら、もう一個あるのは海外の人、あ、はい、海外の人が日本のお寺、神社、そういうところのフィロソフィーってやつですよね、うんうん、エシック、決して倫理ではなくフィロソフィー、いわゆる哲学を学んで日本のおもてなしの心、もしくはみんなで協調してやるんだ、そして配慮をしていく、で気遣い、こういうようなことを学びたい、このラグビーワールドカップ最近ございましたけど、まさにそういうところの精神というのは我々仏教とか神道というところ、ひいてはこの日本の精神文化というところにあるような気がするんですね。こういうところを発信をしていくと、これも非常に私としては価値があることじゃないかと思いますし、ぜひそういう意味でね、いろんな住職さんであったり神職さんにこう関わってもらいながら、いろんな取り組みもぜひ発信をしていければなというふうに私自身は思ってるんですけど、川村さんも、いや、まさにあの私がというよりももう皆さんいろんな方が発信したい思いをここに乗せて発信してもらえるっていうのが一番の理想かなと思っていますので、うん、ぜひいろんな人と絡みながらこういった発表ができれば、そうですよね、いえいえいえ発表というかね、まあ、いろんな発信ができればいいかなというところは思うんですけどまあでもね、まあ、結構じゃあお寺神社って考えた時に、まあ、お寺神社をまあターゲットにしたと言ったら失礼ですけど、まあ、これ私なんかビジネスの人間なんで大変こう表現としては悪い言い方かもしれないですけど、お寺神社をターゲットしたビジネスってこれね、非常にいろんなところでまあチャレンジをしているベンチャー企業もあれば、ありますあります、どん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 こう生み出されてきてるような気がするんです。と、はい、いうことはまだまだ我々ベンチャーの経営者であったりとかビジネスマンからするとお寺神社ってポテンシャルいっぱいあるよな、あ、まさにあると思います、すごく感じるんですけど、あのビジネス的に言うならブルーオーシャンなのかなって、うん、結構ですよね、領域ですね、うん、いやもう本当にそうで、でもねお寺の価値とか神社の価値っていうのをビジネス的というよりはこの社会的意義とか価値っていうところでなんか過小評価をしててすごくなんかうちのお寺なんてたかだか500年だからとか、僕らからすると、まあ、ビジネスって考えると500年続くビジネスってどこにあるのと、いやまさにそうだと思う
東京に来て結構その前会った方がちょうどその江戸時代に作りましたっていう方で、うん、まあ大体300年かなぐらいでおっしゃっていて、うん、うちの地域ではもう本当に最長でみたいな話をしてすごい誇らしく語ってるんですよ、うんうん、関西に行って300年っていうとなんかそれだけで萎縮するお坊さん多いその通りもうね私なんか、まあ、大阪が出身なんで、はい、大阪、奈良、京都もうこの3都ですよね。もうね100年もうはぁみたいなごめんなさい100年でみたいなところが非常に多くて、じゃあその比例とかですねその評価がすごく低いというところ、これをですねじゃあ我々はどうこう価値を分かっていただいて発信するかってなると、これ一個言えるのはやっぱりねこういうビジネスであったりとかやっぱり実際に経営をしている人間たちからすると100年の価値って全然違うわけですよ、うんうん、こういうようなまあ交流こういうこともまあしていく必要があるのかなと思うんですけど、次はですねお寺とか神社の価値っていうところですね、少し川村さんと深めていければなというふうに思いますんで、ちょっとよろしくお願いします。ありがとうございました、はい。